ロッキードで組み立て中の KH-9 ヘキサゴン KH-9 または KH-9 ヘキサゴンとはアメリカ合衆国の画像偵察衛星のシリーズ名である。この衛星は1971年から1986年にかけて打ち上げられていた。一般的にはビッグバードという名称で知られていた。アメリカ空軍により20回の打ち上げが実施され、そのうち最後の1回の失敗を除いて成功した。ビッグバードに搭載されていた写真フィルムは、フィルムリターン用の地上基幹カプセルに詰めて地上に送り返され、現像処理を施されて、写真に撮られている地上物体が何であるのかを解析される。メインカメラで到達可能な地上解像度の最高限度は 0.6 メートル以上であった。この衛星プロジェクトは、公的には広域撮影光学偵察衛星としても知られていた。この衛星はアメリカ国家偵察局を納入先としてロッキードで製造されていた。KH-9 は2011年9月に機密解除された。実際の衛星本体が1日限りで一般公開された。2012年1月26日、国立アメリカ空軍博物館は KH-9 を専任の偵察衛星である KH-7 ガンビット、KH-8 ガンビット3と共に展示品の列に加えた。KH-9 の外観と初元 KH-9 計画は、1960年代初頭には、すでにその原型となるものが考案されていたことが確認できる。これは、コロナ偵察衛星の後継機として試案がなされていた。その目標は、地表の広大な地域を中解像度のカメラで、くまなく調査することである。KH-9 衛星は2台のメインカメラを搭載して、地表を撮影していたが、いくつかのミッションでは、地図作成用のごく粗い解像度でしか撮れない、マッピングカメラも一緒に搭載していた。カメラが地表を撮影し、刊行された写真フィルムは、回収可能な大気圏再突入カプセルに詰められ、地球に帰ってくる。フィルム容器は、地上、水上に着地、着水する前に、専用の飛行機で空中回収される。大抵のミッションでは、再突入カプセルが4つ搭載されていた。マッピングカメラ搭載時には、そのフィルム回収用に5個目のカプセルが取り付けられていた。1970年代の中盤から、コネチカット州ダンベリーの1000人を超す人々が、秘密プロジェクトで働いていた。1966年9月から1967年7月までの期間にわたって、ヘキサゴンを構成する。サブシステムの作成を請け負う協力企業の選定が行われた。それぞれ LMSC は衛星の基礎組み立て品をパーキン・エルマーが主要センサーサブシステムをマクドネルが再突入カプセルをアイテクがステラインデックスカメラの各構成部品を担当することになった。衛星1号機の統合と地上テストは1971年5月に完了し、引き続いて70フィートコンテナに梱包されて、バンデンバーグ空軍基地に輸送された。1号機打ち上げ以降でも改良が続けられ、最終的には KH-9 ヘキサゴン偵察衛星には4つの世代が存在した。KH-9 から7号機がブロック2のパノラマカメラと SBA を搭載した衛星の中で最初に打ち上げられたものであった。13号機から18号機までのブロック3では、衛星の電力供給系と蓄電池に改良を施された。軌道調整システムに2機のタンクがあるレージ、コントロールとして追加され、姿勢制御システムに追加された新しいスラスタは KH-9 の運用可能なライフタイムの延長に役立つことを期待された。加えるに、フィルム搬送システムのための窒素充填機。カメラの容器に改良が施された。ブロック4では、メッキ線メモリを使用した拡張コマンドシステムが搭載された。プログラムの実施期間を超えて、個々の衛星のライフタイムは安定したペースで増加した。最後に打ち上げられた KH-9 は275日間にわたって運用され続けた。衛星には質量の違うバージョンがある。1番、重かったのは 11,400kg のものか、もしくは 13,300kg のものである。メインカメラに入射する光の経路打ち上げ番号が1番から18番までの衛星に搭載されたメインカメラにより達成できた地上解像度メインカメラシステムはステレオ画像を撮れるよう設計されていた。衛星の左舷側にある全下方視界カメラ及び衛星の右舷側にある股下方視界カメラの2台を使い動物における立体視のようにして偵察用画像を取得していた。カメラの光学レイアウトは、焦点距離60インで F3.0 のライトシミット式望遠鏡で構成されていた。各カメラにおいて衛星から俯瞰できる地上の光景は、シュミット補正板を通り抜けて、角度45度の平面鏡で跳ね返され、直径 0.91 メートルの凹面の主鏡に導かれる。主鏡は、平面鏡の中央にある開口部を通るように光を誘導し、光は4枚構成のレンズシステムに入射する。光は最終的にレンズ群のすぐ後ろにあるフィルム用プラテンで位置を固定された写真フィルムを感光させる。搭載されたカメラは隣接する地域なら角度にして120度までの領域を操作することが可能であり、後期改良型において2フィート以上の地上解像度を達成することができた。ミッション1205から1216にかけての偵察任務では衛星にマッピングカメラを搭載していた。このカメラは9インフィルムを使用し30フィートと地図制作にはちょうど良いくらいの低解像度であった。後のミッションでは解像度は20フィートにまで向上している。この値はランドサットの解像度よりも多少良いくらいである。1973年から1980年にかけて地図制作のためにこのカメラは任務の特性上本質的に地球全球を覆う範囲をくまなく撮影した。この衛星のカメラで撮影された画像は29,000枚に上り、これらの画像の撮影範囲は3400平方キロメートルになる。これらのほぼすべての画像は2002年大統領令第12951号により機密解除された。この命令によりコロナ計画も機密指定を解かれ、また撮影したフィルムのコピーはアメリカ地質調査所の地球資源観測システム局へと輸送、移管された。マッピングカメラでイスラエルの域内を撮影した画像及び KH-9 の他のカメラで撮影した全画像は厚い機密のベールの向こうに置かれたままである。KH-9 は KH-10 ドリアンとコードネームが付けられた有人軌道実験室のバックアッププロジェクトでは絶対にない。これは全く独立にコロナの置き換えを意図して開発されたものであった。打ち上げ番号1205から1207にかけての偵察ミッションではドップラービーコンを搭載していた。このセンサーは衛星の軌道歴の予測に与える影響を理解するための試みとして、高高度における大気密度の濃淡がどのように分布しているかを測定するために搭載されていた。大気密度の測定結果は NASA を通じて公表された。打ち上げ番号1203、1207、1208、1209及び1212から1219にかけてのミッションでは、フェレットという電子諜報用のサブ衛星を伴って打ち上げられていた。これらのピギーバック衛星として打ち上げられた小型衛星はより高高度を飛ぶ軌道に投入され、ソビエト連邦の防空網を構成するレーダーサイトをカタログに起こすこと、音声を通信傍受すること、ミサイルと衛星のテレメトリをテープに記録することを目的としていた。打ち上げ番号1210から1212までのミッションでも他と同様に科学調査目的のサブ衛星も一緒に打ち上げられた。KH-9 計画の総数20回を数えた打ち上げにかかった総経費は1966年度から1986年度にかけての予算請求によると年度ごとに32億6200万 US ドルの費用がかかっていた。データの出典、ザ・エンサイクロペディア・オブ・US スペスクラフト& NSSDC。ありがとうございます。